バーモバーモドッペです。今回は皆さんにお礼をお伝えしたくて撮りました。タイトルにもありますけれども、チャンネル登録者500人ありがとうございます。本当にありがとうございます。僕はですね、この去年の5月ぐらいからテニスに関する動画を上げていったんですけれども、だいたい今回の動画で120件近くの動画を上げてきました。その中で本当に多くの方に、本当にたくさんの方に見ていただきまして、僕は本当に嬉しいです。まあ、チャンネル登録が500人にいたということも嬉しいんですが、本当にそれ以上の方に見ていただいているということで、心から嬉しいなと感じています。最初のうちはですね、1日3回とか5回とかの再生回数だったんですね。まあ、これは多分みんな YouTuber の方は最初は経験されることもあるかと思うんですけれども、全然伸びなかった。本当に再生回数が伸びなかった時期が、もう2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月と、ずーっと、あまりいかなかったんですね。まあ、もちろんその中でも再生してくれた、もう見ていただいた方には本当に感謝だなというふうに思ってます。そして、去年の夏頃から少しずつ増えていって、そして去年の11月頃にラケットの動画を上げていって、そこで一つ大きく皆さん見ていただく機会が増えたなっていう風に感じています。まあ、こちらの動画、ここの動画ですね、今3万7000回いってるんですけれども、この動画今でも皆さんに見ていただいています。本当にこの動画がなかったら今はですね500人いってなかったと思います。これを上げたことによって僕も改めてラケットのことについて深く知ることができましたし、勉強することができて、皆様に深くより多くの知識を、またより多くの魅力的なラケットのスペックをお伝えすることができたんじゃないかなっていう風に思っています。まあ、これからももちろんお伝えしていきたいと思っています。そして最後に、この YouTube の、僕が行っているこの YouTube のチャンネル登録者の目標と目的をお話しできればと思っています。この目標はチャンネル登録者10万人まで行きたいと思っています。まあ、これは無理だろうという方もいらっしゃると思います。この10万人というのはとても難しいとは思うんですが、10万人まで行けばなんとか多くの日本の、もしくは世界のテニスファン、テニスをされている方にですね、多く見ていただいているんじゃないかなという実感が湧くかもしれないと思いまして、この10万人という目標を設定しています。そして YouTube を始めた、続けている目的なんですけれども、もちろん収益化ができるようになって、自分の生活ができるようになる、そういったところも一つの目標、目的ではあるんですけれども、僕は YouTube を始めた目的が2つあります。一つ目はですね、もしこれから今新型コロナウイルスの感染が落ち着いてきたら、いつになるかわからないんですけれども、この落ち着いてきたら、お子さんであったりとか一般の方々を集めてテニスイベントを開いていきたいなと思っています。テニスをしたことがない、もう全く初心者のお子さんであったりとかをですね、参加していただいて、テニスを面白く、そして遊びながら学んでいけるような、そんな機会を設けていきたいなと思っています。まあ、そういったですね、子供でも遊べるような、子供でも一緒に楽しんでテニスに馴染んでいけるような、そういう楽しい動画、ワクワクするような動画を上げていきたいなと思っています。はい、そして2つ目の目的なんですけれども、これは僕のテニス人生すべてをかけてお伝えできればなと思っています。それはですね、僕の教え子であったりとか、または関わってきた子供たち、もちろんプロを目指している学生の方々、そういった方々がですね、グランドスラムで優勝していくこと、これが僕の一つの本当に最大の目的になります。日本の男子の選手があのグランドスラムで優勝していくことに僕は関わっていきたいなというふうに感じています。もちろんそのためにはコーチングを勉強しなければいけないと思いますし、世界のことをもっと学ばなきゃいけないと思っています。そのために僕はアルゼンチンに行ってテニスコーチをしていきました。それだけじゃ僕はまだまだ足りないと思っていますし、志半ばで帰ってくることになってしまいました。これからはイタリア、またはスペインであったりとか、そういったところにコーチをしに行って、もちろんそこでできることを勉強して、それを日本の子供たち、そしてテニスファンに還元していきたいというふうに感じています。その目的が日本のテニス界を盛り上げること、そしてグランドスラムで優勝していくこと、これをですね、皆さんが日本のテニス界が待ち望んでいることだと思ってます。もう女子は大坂なおみ選手が達成されてますよね。そして車椅子テニスは国枝選手であったりとか上地結衣選手が達成されています。あとは日本の男子だけなんです。錦織選手が達成するかもしれません。もちろん他の選手が達成するかもしれません。近い将来達成される選手が出てくると思いますけれども、今後またさらに多くの選手が世界で活躍できるように、僕はこの一つの力になっていきたいなというふうに思っています。本当にまだまだチャンネル登録者が500人という立場で何を言ってんだという方もいらっしゃると思いますけれども、これからラケット動画だけじゃなく、いろんなテニスに関わるような情報であったりとか、楽しい動画をお伝えできればなというふうに思っています。本当に500人ありがとうございます。今日の動画はここまでになります。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、チャオチャオ、バイバイ。